じゃあプレネチェックやっていきたいと思います。今週はスプリーム23年 FW シーズンのウィーク7ですね。フォールティーが発売になりました。フォールティー全部で9型発売になりましたが、注目アイテム、いろいろありましたね。アメリカンサイコロの T シャツ、これはマスタードとあとダスティパープル人気になりました。それからモンブラン T、西山鉄のデザイン、これはネイビー、このカラーが人気になりましたね。それからファイター T、 これはすごい人気でしたね。前からソールドアウトになってるんですけれども、特にこのチャコールっていう単色グレー、これ珍しいカラーですけれども、これ非常に人気になりました。それからロンティ、ロンティも前からソールドアウトになってますね。特にグリーンとか人気になっておりました。それからレギュラーアイテムでも注目のアイテムありました。まずはトラックジャケット、これはオリーブ、結構人気になりましたね。完売になっていると。それからスモールボックスのセーター、これ前からソールドアウトになりました。特にマルチカラー人気になりました。それからスプリット SS トップ、それからアラビックロゴのキャンプキャップ、そして爪楊枝入れ、ジェームスブランドのキャッシュなど注目アイテムいろいろありました。ということで、今日もプレネチェックやっていきたいと思います。果たしてプレネついてるアイテムあるんでしょうか。楽しみですね。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということでウィーク7プレネチェックやっていきたいと思います。早速、フォールティから見ていきたいと思います。いつも通りメルカリ、ラクマスニダンなどフリマサイトを中心にチェックしていきたいと思いますけれども、まずアメリカンサイコティ、売り切れになっているアイテム中心に見ていきたいと思います。アメリカンサイコティは全カラーはソールドアウトになってないですけど、マスタードとダスティパープル人気になりましたけど、果たしてどうでしょうか。定価8800円というコラボ扱いですね。マスタードとダスティパープル1万2000円ぐらいで売れてるということで、3、4000円ついてるって感じですかね。やっぱりダスティパープル人気なんですね。1万4000円とかでも売れてるね。1万4800円でも売れてる。M、すごい。6000円ぐらいプレミネついてるって感じですかね。ダスティパープル。珍しい色ですからね。ダスティパープルとマスタードがやっぱり人気になっていたと。それからモンブランティ、これは西山鉄デザインの T シャツですけれども、これはコラボ扱いじゃなくて、レギュラー T 扱いの7700円。まあ、ダブルタップスとのコラボってわけじゃないですから、西山鉄がデザインしたロゴをプリントした T シャツ。やっぱりこのネイビーカラーが非常に人気になりました。ネイビーと、あとレッドとか売り切れになってるんですけど、これはたくさん出てますけど、プレネは全然ついてなさそう。9500円で1個売れてますけど、まあ、8999円とかね、9000円前後くらいなんで、まあ1000円かそこらのプレミアムといった感じですかね。たくさん出てますね。ネイビーばっかり。ネイビーばっかり出てるな。まあちょっと、まあ定価は割れてはないですけど、プラス1000円くらいあるかという感じでした。モンブランティ、それからファイターティ、これが今週一番注目のアイテムでしたね。前からソールドアウトになっております。特にこのチャコールっていう単色グレー、まあ、これ非常に珍しい色ですね。なのでまあ人気になりました。即完売、もう本当に瞬殺レベルで、ソールドアウトになりましたけれども、チャコール注目、それからブラックとかのダークカラー系、ネイビーとかダークカラー系も人気になりましたね。定価はこれ8250円、デフジャムレコードプレステ2、の、ファイトフォーニューヨークというゲームソフトのジャケットアート、これを落とし込んでいると。39,900XXL、っていう感じの金額で出ていると。チャコールやっぱり高いですね。16,500円、15,000円、16,000円ぐらいで今取引されているとチャコール。ブラックは12,000円ぐらいか。ホワイトも12,000円ぐらいですね。あ、チャコールすごいですね。17,000円とかまであるな、上は。ブラックも13,000円、4,000円ぐらいまではいってるといった感じですね。ネイビーとかは、ネイビーも結構数が、でリセールではネイビーあんまり出てないですね。でもまあ1万2000円ぐらいか。パープルもあるね。パープルも1万2000円ぐらい。なのでまあ、ホワイト、ブラック、パープル、その辺のカラーはネイビー、その辺のカラーは、まあ、1万2000、3000とかそのぐらいですね。5000円ぐらいのプレネ、チャコールに関しては1万7000円ぐらいまで上あると。相場感としては1万5、6000円なので、7、8000円プレミアムがついてるってすごいですね。
ファイターで、こっちのラクマとかでも見てみましょうか。メルカリで今、ラクマは、高いですね。やっぱりね、1万8000円ぐらいで出てますけど、やっぱ1万、他のカラーは1万2000円前後ぐらいですね。1万2000円とか1万3000円とか。チャコールのみ1万8000とかで、もう凄まじい値段で売られてますね。完売のみで見てみようか。ちょっと、あ、1万6000円とかそのぐらいですね。最安値、1万7800円、1万6000円、そのぐらいで現状取引されていると。やっぱ7、8000円は、十分プレネあるのかなと。今週多分一番プレってんのかな、これが。それから他の T シャツ、ヘルティーとかはこれ残ってますね。サイズ、カラーによっては売り切れてますけど。それからアローロンティー、これ人気になりました。特にグリーンが早かったのかな。定価は9900円。ロンティーなので少し高めですね。袖の分だけ高めになってると。12,500円、9900円の定価ですから、まあこれは2000円ぐらいですかね。ブラックとか2、3000円ですかね。ホワイト、グリーンが結構出てるけど、リセールではそんなに動いてないような印象ですね。12,000円とかかな、グリーン。なんでまあ2,3000円って感じですね。うん、まあ13,000円ぐらいでは売れてきているということで、スニーダンで T シャツ、どのぐらいの価格になっているのかをちょっとチェックしたいと思いますけど、ロンティ 1万、あ、黄色すごい高い。それがまあ1万2、3000円って感じですね。1万1000円から1万2000円って感じ。ファイターティーは、ファイターティーはやっぱり1万円、1万2000円前後っていう感じですね。で、チャコールのみ1万5000円近くになっていると。それからモンブランティはやっぱりそんなプレネついてないですね。1000円とかぐらいのプレミアム感ですね。それから、アメリカンサイコ。アメリカンサイコは、1万1000円とかぐらいのややプレ。という形になっておりました。そしてレギュラーアイテム。クラッシュドベルベットトラックジャケット。これいいアイテムですよね。すごいかっこいいですね。クラッシュドベルベットっていう、なんかこう傷つけたようなベルベット素材のセットアップスーツ発売になりましたけど、ジャケットのオリーブ人気になりました。一応プレネそんなついてなさそうだけど、一応見、うわすげえ、39,900、1万円プレネついてんな。29,700円、39,999円で1個売れてると。クラッシュドベルベットトラックジャケット、あ、出てますね。4万とか6万。出てるのは、まあ、値付けはいくらでもできますからね。まあ、あれですけど、1個、1万円ぐらいプレネついておりました。スモールボックスリブドセーター。これが、前から人気になりまして、前からソールドアウト。シンプルなリブ編みのセーターですけど、まあ、このカラーは、非常にカラフル、マルチですけど、他のカラーは単色で、シンプルなリブ編みセーターですけど、まあ、この季節感もちょうど、キャリが来るということで人気になってるんでしょうね。定価は23,100円。まあ寝頃感もありますね。23,000円ぐらいなんで、まあ出てるね、マルチカラーがね出てるけど、これプレネで買わないんじゃないかって感じのアイテムですけど、まあなかなかロゴとかもね、まあ非常にシンプルなアイテムなので、まあプレネはそんなに動きが良くなさそうですね。出てはいますけどといった感じ。サンマルスリーブワークシャツ、これはライトブルー、やっぱり人気になりました。これも定価23,100円か。うわブルーブルーばっかり、1個売れてるけど、26,800円で1個売れてます。23,000プレネついて、一応ついてる。スプリット SS トップ。これは、やっぱスプリットカラーのバイカラーの方よりも単色のブラックとかの方が人気になったと。15,000円、16,500円か、定価。ブラックが人気になったんですけど、これもまあプレネって感じではなさそう。一部2万円ぐらいでは売れてたりもすると。まあほとんど動きがなさそうですね。でもね、
まあ、2万円で売れたとしても1万6500円定価なんで、まあ、3000円ぐらい、という感じですかね。1万9800円で1個売れてますけど、まあ、3000円ぐらい。LFSS トップ、これもなんか結構人気になりましたね。青い産業デザインの妖精940円。これ全然関係ないの出てきたけど、1個も出てないのかな、もしかして。エルフ SS トップ出てないってことか。あ、全然関係ないのに出ますね。シュプリームってやっても1個も出てないってことかな。はい、まあいいや。まあちょっとスニーダーの方でもじゃあ見てみようか。エルフ SS トップはどれだ、これか。何これ、2万6000とかって何、どういうこと。はい、高い区出てるってだけかな。売れては履歴は2万7000とかで一応あるけど、高く出てるってだけで動きはなさそうですね。めちゃめちゃプレてるのかと思いましたけど、2万6000円とかね。あ、動いてはなさそうですね。高く出てるっていう、高値設定になってるってだけで、あ、履歴はなさそうですね。ネイビーが1個だけ、2万7000円で、2万7000円って、すごいプレ値段。まあ、これがあの、相場になればすごいプレ値ですけど、1個だけの履歴があると。アラビック、キャンプキャップ。アラビックキャンプキャップ。これは珍しいアイテムで、アラビックのボックスロゴで発売になったと。おお、いろいろ出てますね。出てるけど、やっぱ動きは良くなさそうですね。やっぱロゴ、うん、これ珍しいっていうだけで、やっぱ玄人受けはしますけど、なかなかシュプリーム、あんまり持ってない人にとってみれば、このロゴ、シュプリーム感あんまりないので、まあ、アラビックロゴって知ってる人しか分かんないっていうことで、あんまり多分、リセールとかだと売りづらいかもしれませんね。本当にシュプリーム好きな人は、まあ、これちょっと熱いアイテムですけど、なかなか出るアイテムじゃないので。ジェームスブランドのキャッシュ最後、チェックしていきたいと思います。これも結構早く売り切れになったみたいですね。はい、これは定価7150円か。1万、お、結構高いですね。1万500円とか ?1 万1000、2万あ、2色セットね。あ、2色セット。あ、2万円で売れてると。2色セット。だいたいまだ1万1000円とか1万、そうですね。1万1000円ぐらい。3、4000円っていう感じですかね、プレネが。という形になりました。まあ、ジェームスブランドのキャッシュも結構プレってはいると。1万1000円ぐらいになってると。他は、レギュラーアイテムは特段プレネついてるようなアイテムはありませんでしたけれども、ロンティーどうだったんだっけ？ロンティーちょっとだっけ？まあ、やっぱりファイターティーですね。特にチャコールがプレネ結構ついてるっぽいですね。やっぱね。待って。最後、一括でこう見て終わりにしたいと思いますけれども、やっぱあれですね。あ、これがロンティ。ロンティはまあちょっとですね、1万2000円ぐらいか。ファイターティーがやっぱり一番プレてますね。特にチャコール。チャコールがやっぱり一番プレミアムがついていたということで、まあ今週は順当にプレネついていたんじゃないかなと思います。チャコールも本当に手動でオンラインで狙うっていうのは相当難しかったようでしたね。もう本当に瞬殺で完売になりましたので、あと店舗でもかなり数少なかったということみたいです。チャコールは本当にまあ一桁ぐらいで入んないと買えなかったようなぐらいの在庫感だったっぽいですね。ということで今日はプレネチックやってまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。